池場駅は愛知県新城市池場座突路にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。愛知県の豊橋駅と長野県の辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである。駅の所在地は新城市であるが新城市と北下田郡東栄町の境界に位置する。利用者はごくわずかであり、一部の普通列車も通過する。 開業は1946年のことである。長く日本国有鉄道の駅であったが、1987年に JR 東海に移管されて、現在に至っている。なお現在の駅は2代目で、三新鉄道時代に初代池場駅が存在した。単式ホーム一面一線の地上駅である。上下双方の列車が同じホームに発着する。駅舎はなく、 直接ホームに入る形になっている。無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。池場駅には、初代と二代目がある。初代は1936年11月、現在の JR 飯田線中部にあたる三河川,川井天竜教館を運営していた、三神鉄道によって開設された。世紀の名称を、池場天竜場といった。 1943年8月に三新鉄道の鉄道路線が買収、国有化されて国鉄飯田線の一部とされた際、この池場停留場は廃止された。二代目の池場駅は初代廃止から3年後の1946年12月に国有鉄道によって設置された。初代と同じく開業当初から旅客営業のみの旅客駅で貨物は取り扱っていなかった。 大きな変化がないまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎え JR 東海に継承された。2010年3月改正時点で下りは1日12本、上りは11本の列車が設定されている。発着する列車はいずれも普通列車である。特急、イガロや上りに1本設定されている快速列車は通過するほか、 上りの普通列車一本も通過する。日本らしい風景の場所として2001年に公開された映画一番美しい夏のロケ地となった。ありがとうございます。